あ、小引きがいいよね。あ、まだ来ました。今日はだからその紅葉のね、いい場所を教えてほしいです。何の紅葉？紅葉、うん、やっぱり、やっぱりあの下かな、見立てかね、あっちの方がいい。見立てで、見立てはこの前行ったんですよ。どこ？先週どこ？日の帰ったとかなんけどね。それから大分の方に向かっていくんやけど、山の中を。ああ。ちょっと交通の機会がね、今地図持ってきてるから、後で教えてくださいよ。今だったら六甲街道がいいんちゃうかな。やっぱり六甲街道、はい、この間は六甲街道ってどう書くの字は？六甲の法律の方の街道ですね。あ、六甲街道っていうのか。六甲街道は昔のあれですよね。あの、それは向こう、あの、延岡行こう。そうです、昔延岡とか日向にね。これあの、深爪って言ってたとこ。あ、それは日の陰です。日の陰、はい。あ、あれあれ。でも、紅葉はもう一面ちゃうかな。まだ一面ちゃうんですね。未来その、それの山道と思ったらいいんですよね。うん、あそこは一番、なんだろう、わお。それ、味、はい、わお。ちりめんにじゃこは京都ならではの料理。これちょっとね、一味かけるのが好きな人は、うん、一味は、一味がいい、うん、一味をかけてね、うんうん、またちょっと食感が変わって、うん、うん、焼酎と、あ、多分とてつも山になるエベレストじゃない、ね。そうなの。そうです。だからエベレスト高い。エベレスト高いです。あ、そうさん。計算上はね、あの峰をまあこう普通に飛んでるわけやから。だからね、僕阿蘇がね、噴火口で知らなかった。あれもすごい大きいよね。綺麗ですよあれは。ね、エメラルドブルーとか。うん。俺も何回か行ってんねんけど。あそこのところのミルクロード？はいはい。向こう側のずっとあの戦乱戦争の駅の後。あそこまた綺麗よ。なんか桜やったね、サラ花、うん、コスモスやってね、なんかあそこススキは今っけ、うん、兜岩展望所っていうんだな、うん、あそこが行くんちゃうの、これ通順教科、はい、ここら辺がつながってるんちゃうの、うん、出てくるわけですけど、熊本のアク抜けると聞いてるんですよ、俺が実際に帰って西原じゃない、違う違う、あのリサイクルショップあったよ、このあそこらへんに出るって言ってたんですな、ああ、沢田山の、うん、ああ、しかしこっちいいね、鹿児島、やっぱり山がみんなそんな深くない、五箇野荘とか七芝って言ったら本当にね、今でこそ来れるけどさ、昔どんなしたかなと思ってね、この間びっくりしたのは、五木村からね、他の人行く途中に小別れ峠ってあるわけ、うん、そこがね、八代に抜けるの、五木村、昔ね、子供をね、あの食い口らしに、あの近くの山の里にね、小森に出してあったり、まあ、あまりええ話じゃないんだけど、それがあれですよ、うん、でも7歳から8歳よ、小学校の1、2歳だよ、もう小森ね、これは本当の話で、うん、まあ、いい子じゃないよ、女の子よ、それも。あ、これはすごい。かわいそう。もうほんま山の中やから、口口べらしいな。で、女の子はその、デッチじゃないけど、その行かせるから、男の子はもう、労働力やわな。あ、いつきの子を歌ってやっぱり意味があるよね。うん。あれ、今、いろんな歌があるよね、あれね。いつきのってまだあるあるよ。まだ今でも観光地やね、やっぱり。あそこね、ダムを建設するって言って、ほんでね、昔のね、建物みんな壊しちゃって、古い要素がもう全部なくなって、みんな谷間。山の中はもともと開墾したいからな、うん、あの入ってた人が、もともとあったんですよ。土地はね、国はタダでくれたんだって。ところが、建物は、あの、あれ、借金せなきゃいけないんで、みんな今、借金で苦しんで。で、昔いくつきぐらいにやった居酒屋さんがいつきだけではできないから、今人吉に店スナック出してやってる、飯もらって行ってきてくれって今みんな食べられないみたいよ、人吉はいいやんか、温泉の、うん、そうやね、飯は、うん、
年いくと里心は作っているけど、なんかね、僕はやっぱりもう年だから鼻が効かないけど、タバコやめてからね、すごいすごいちょっと懐かしい香りがするわけよ。俺この前この頃の実家に近く行ったんですよ、用事があって、昔の小学校あったんですよ。ああ、やっぱ小学校見て帰りましたね。あの裏っ子はほんまに潰れてたとかな、先のがある、はいはいはい、うん、そういう道でな、1年生の遠足が一番近いところで先のがあるな、で2年生だったらね、墓まだりぐらいまで行くの、3年生だったところで、6年生で勘助山登らされるの、全員な重要です。一緒やろ勘助や、やっぱ伝統的にやったな。あれもでも何十年続いてんのね、あの山登りが、ね、そうそう、あれで、あの中学校に送り出すための一つのその自然みたいなものが登ってた。小学校の時の遠足とか行った、すごくこうやっぱり懐かしいよね。わかるわその気持ちは、もうでも学校がちっちゃくなってね、運動場もね、そうそう、もう昔はね、もう廃校になってるところもたくさんあるもんね。その考えはまだあれだけマシかなと思う、もう一緒やな、正門はね、まあ一緒ですか、あの上の方も、あの石垣の上に残っておきなさ、あの子剃ってるやろ、下みたいに、はい、どの辺宮水行ったとこって日の陰やな、あ日の陰バイパスいいですからね、まあ、ちょっと紅葉祭り言ってたね、どこやったっけ、紅葉祭りはこの間行ったけど、あそこ、あの五箇野所が紅葉祭りですよね。ちょっと蔵岡がありますわ。蔵岡ってどうね、五箇野所じゃなくて、その、あとね、どう言ったらいいんだろう、そのあそこに行くとこやな。後で地図で教えて、こう持ってきて、六甲街道もいいですよね。どっかじゃん、今日からちゃうかな、なんか見ましたね、みんな、紅葉祭り、昨日あそこ喋ってたらなんか言うたんや、もみじ祭りぐらいから、今日12やろ、来週じゃあ5日や、5日ですかね、5日って今日じゃん、来週これまた懐かしい曲が鳴ってるね